1 2 3 4よろしくお願いしますわ。連続流出、完全にトンネルの出口が見えたか。田辺、田辺と中山の折り返しが人気となった優勝戦。5秒を切ります。3秒前、12レース優勝戦スタートしました。3台並びの10メートルはインコースから田辺、ゼロは1番の金子をまくって2番の君和田裕二の主導権になります。さあ、君和田裕二がまずは棋戦を制しました。1番の金子、さらには3番の田辺、アウトコースから5番の石井大輔が続いています。先頭は2番の君和田裕二、君和田の逃げであります。2番手金子、内をついて3番の田辺、ここで1番の金子の懐を捉えました。アウトコースからまくっていくのは5番の石井大輔、1番の金子をかわしにかかっています。さあ、2番の君和田が逃げる体勢だ。君和田が先頭です。2番手は3番の田辺の体勢。4コーナーを立ち上がります。トップを狙って3番の田辺、さあ、ホームスレッジがスムーズに入り込んでまいりました。ここでいやいや2番の君和田も粘るんですが、3番の田辺が先頭に上がりました。2番手は君和田裕二、さらには5番の石井大輔、ここで3コーナーでは3番手に上がってきています。さあ、3番の田辺がレースと主導権を握る格好であります。4コーナーを立ち上がりまして、残りは3周回、田辺の主導権、2番手は君和田裕二、さらには5番の石井大輔が着々と3番手から間隔を詰めてきています。後ろの方から中山でありますが、まだ動きはありません。7番手6番手あたり、先頭は3番の田辺であります。リードを作りました。田辺が先頭です。4コーナーを立ち上がりまして、残りは2周回、2番手は君和田裕二、そして3番手は5番の石井大輔、後方から6番の竹本、追い込んでくるもちょっと離されての4番手であります。さあ、田辺、久々の優勝が見えてまいりました。2013年7月以来およそ7年ぶりの優勝まで間もなくです。残り1周、ブルーフラッグ、田辺が先頭だ。2番手は2番の君和田裕二、さあ、君和田が、あっと滑らせた。2番の君和田流れてしまった。5番の石井大輔が代わって2番手に上がっています。君和田3番手の位置、最終コーナーを迎えて先頭は3番の田辺、超久々の優勝ゴール、ゴール2番手石井大輔。払い戻し金です。2連勝鑑識、3番5番3450円、16番人気。2連勝複式、3等5の組1800円、9番人気。3連勝単式、3番5番2番13550円、61番人気。